ベープストア原宿香港に展開するベープショップエーベーシングエープは2号が1993年に立ち上げた裏原宿アパレルブランド株式会社の親が展開する1990年代中頃から人気が出始め服飾を中心としながらも同ブランド名義の事業展開は音楽や飲食まで多岐にわたっている2011年2月1日 香港証券取引所に上場する香港の大手アパレル企業、IT によって事業を買収された。ブランド運営元であった株式会社のウェアは同社に子会社化され、ベープの商標権も IT 社が保有している。正式名称は、エーベーシングエープインルクアムウォーターで、ぬるま湯に使った猿の胃。デザイナーの2号画、ガエーが猿の惑星に触発されたことが、 そもそもの始まりだが、名前自体は設立当初より関わっているスケートシングが考えた。エーベーシングエープの略語であるベープは、故障や服のデザインに用いられることがある。ブランドのトレードマークはエープ、すなわちサルである。エープヘッドと名付けられたサルの顔をアイコンとし、サルの顔を迷彩柄に組み入れたエープカモが特徴的。また、 猿をアニメ調にデフォルメしたマイロというキャラクターがある。ポピーキズストア1990年、ポパイやホットドッグプレスなどで、スタイリスト、ライターとしての活動を開始したニゴは、同じ文化服装学院出身の高橋立と共に、ノーウェアやスチャダラパー等のツアー T シャツを、エーベーシングエープ名義で手掛けることもあった。若者に支持されているミュージシャンが彼のデザインした服を、 着用して多くのメディアに登場したことはファッションに精通する一部のものしか知らなかったこのブランドが有名になった要因の一つであるこうして2号のデザインは人気を得ることとなりいわゆる裏原宿系と呼ばれるブランド群の代表的存在として現在に至る同ブランドは需要に対し供給が少なく人気が加熱していた際には 新作商品の入手が極めて困難だった。模倣品が多く存在する。現在同ブランドはベイプストアを直営店とし販売を展開している。2011年1月31日、ニゴア株式会社ノーウェアを香港企業の IT へ売却した。IT が香港証券取引所に提出した資料によるとノーウェアは過去2年赤字決算で、 負債は10億を超えていた。現在 A ベーシング Ape は同ブランドの下で2後自らサウンドプロデュースをこなすとともに音楽発表の場としている自主レーベル Ape Sounds。Ape Sounds や喫茶店のベープカフェ。2 0 0 6年11月より MTV ジャパンにてニガルデイなどを展開し、事業は今後も拡大の方針を取るものと思われる。 サガミゴム工業とのコラボレーションによるコンドームベイプ CAP も発売された。他にも2001年にはペプシコーラとのコラボレーションをした缶を発売した。2006年にはディズニーとエーベーシングエープからカモ柄のプーさん。2008年にはカモ柄のミッキーを発売した。2002年から2004年まで。 全日本プロレストのコラボレーションによるベープス STA プロレスリングが開催された。a ーベーシングエップはもはや単なるファッションブランドという認識に止めることはできないほど多岐のジャンルにわたり活動している。2007年度の24時間テレビではチャリティーシャツのデザインに用いられている。2008年4月にはニンテンド n d s ライトのベープデザインが発売された。 2010年3月25日より、ユナイテッドアローズの一部店舗にて、スーツやネクタイなどを展開するミスターベーシングエープ、バイユナイテッドアローズの取り扱いが始まった。また活動場所も日本だけにとどまらず、世界規模になっており、2004年には音楽プロデューサーユニット、ザ・ネプチューンズのファレル・ウィリアムスと共にファッションブランド、BBC とシューズブランド、 アイスクリームを立ち上げている。2006年末から2号 S フェーバリットショップというネット上でのオンラインショップを開設しており会員限定のコンテンツとなっている。2009年からオンラインショップは会員限定ではなく誰でも購入可能となっている。2012年よりヤングラインとして AAAP by ABACING AAP がスタート。ABACING AAP では 2005年より雑誌を3ヶ月に1冊のペースで2012年からは4ヶ月に1冊、宝島社から発売している。若者に非常に人気で発売から少し時間が経つと定価以上の値打ちがつくこともある。迷子を付録がついている。2011年2月1日、香港証券取引所に上場する香港の大手アパレル企業である IT 社が ベープの運営企業であった株式会社ノーウェアから90.27%の発行済株式を取得し子会社化したことを発表した。買収額は2億3000万円。このうち発行株の63.24%に当たる468株をブランド創業者であり、ノーウェアの元代表取締役の長尾智明氏から1億2000万円で、 さらに追加で発行株27.03%に当たる200株を1億1000万円で買収した。2009年、2010年とノーウェアは2期連続で2億円、近くの赤字を計上し、金融機関からの借入金を含む負債総額は約43億円と財務状態が悪化していた。原因として、 売上の8割以上を占めていたメンズ商品の売上が2006年時に約70億円だったものが2009年には約50億円にまで落ち込んだことが明かされている。この買収に際し創業者であり元代表取締役の長尾智明はブランド設立20周年で前向きな決断だった。ブランドや会社が大きくなりすぎコントロールができなくなってきた。経営を見る時間が多くなり、 企画がマンネリ化してしまっていた。IT 社は今までベープを育ててくれたし、日本が好きで日本のブランドをよく理解している。と語った。また、多額の債務処理に際しては同志のブランドを傷つけたくないとの意向で民事再生という選択をせず事業の売却に踏み切った。同志は2011年2月から2年間は同ブランドのクリエイティブディレクターに就任。 2013年4月30日をもって20年に渡った同ブランドのデザイナーを正式退任した。蒸気に伴いベープの商標権はすべて IT 社が保有している。ありがとうございます。